1> 縦 170mm、横 105mm、薄皮表紙、プレイヤード総書は、パリのガリマール出版社観光のフランス文学を主とする世界文学全集。プレイヤード版、プレイヤード総書などとも呼ばれる。選定した作家の全作品を収録する。日本からは、谷崎純一郎が取り上げられている。1929年。 アゼルバイジャン生まれのジャック・シフランがパリにプレイヤード出版社を起こし豪華本を出していたが1931年秋から理想のポケット版を作り始めた。そして資金に詰まった。彼の企画に共感していた新フランス評論のアンドレジットとジャン・シュランベルジェが同志の発行元ガリマール出版社のガストン・ガリマール社長を解き1934年からこの総書は 同社の観光物となり、シフランはガリマール出版社のプレイヤード総書部長を1940年まで務めた。皇帝の行き届いた11点ほどが毎年観光され、総点数は500を超えている。1953年間のサンテグジュペリゼン州は爆発的に売れた。川僧の背に署名が金文字で隠刻されている。手頃な大きさで中身に 聖書用紙が用いられていることもあって、小さな聖書のような印象を与える。想定は統一されているが、表紙の色は世紀ごとに違い。例えば、20世紀の作家なら薄茶色、19世紀の作家ならエメラルドグリーンである。埃よけのプラスチックジャケットにくるめられ、白地のボール紙箱入りで売られている。1960年代以降、外国作品にも対象を広げた。 シェイクスピアの著作のバイリンガル版などもある。また、聖書や思想書も収録対象になった。銃、解説、関連資料、総功、絵本などが詳しく付記されている。皇帝のための専門家のグループが組織されている。外国の作品は新薬を出版している。一巻に収まらない作家は数巻に分けられ、最多はボルテールの全16巻以下。 バルザック15巻、三指紋及びディケンズが9巻と続いている。また、プレイヤード総書は毎年夏にプレイヤードアルバムを刊行している。これは、総書とほぼ同型の差し入りの本で、総書中の作家一人を取り上げ、プレイヤード総書3冊の購入者に無料配布されている。1960から1970年代には、デーモンク悩編集の プレイヤード百科事典が刊行された。半径は創書と変わらない。プレイヤード創書に収録されることは、その作家がフランスで認知された証と考えられている。存命の作家が収録されることは稀で、以下の通り、創書創刊から90年の間に19人のみである。ありがとうございます。